running out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off. こんにちは。こんにちは。WRM のバリータです。グッチです。今回は新製品の紹介になります。はい、こちらに見えてますロキ。ロキ。新しいメーカーですね。ロキ。初めて取り扱うメーカーなんですが、ロキのロクストン3です。このラバーがですね、まあ、今グッチが実際持ってますけど、鮮やかな色してますね。すごカラーラバーがあるんですね、実は。はい、ピンクと青、うんうん、いやグッチこのラバーねすごいんですよ。やばい、本当にすごいラバーなんです。どんなラバーかね、とりあえず最初に説明したいと思うんですけど、はい、いいですか。お願いします。ロクストン3はですね、上級者にもおすすめ、ドイツ高度換算50度の初級者向けスーパーライトテンションです。え？え？まあね、なんのこっちゃっていう話なんで、もうとにかく動画を見てもらいたいです。プレイ動画を。なるほど。はい。もう早速ね。はい。プレイ動画いきましょう。はい、お願いします。プレイ動画どうぞ。はい、それではプレイ動画の方を確認していきましょう。今回グッチーさんは両面にロクストン3を貼っています。使用しているラケットはアンドロのトレイバー CI オフを、使用しております。まずはフォアサイド、バックサイドの大きなフットワークですね。プレイが非常に安定しているのがわかると思います。これもロクストン3の特徴である遅さを生かして、自分の時間をたっぷり確保した上で行っている、練習ですね。なので非常にミスが少ない、必要以上に速くなりすぎないというのがこのラバーの良さでもあります。さあ続いてワンコースでのドライブ練習ですね。これもロクストン3の遅さ、そして回転性能の良さ、球持ちの良さを生かして非常に安定したドライブ、質の高いドライブを連続で打つことが可能となっております。はい、続いてサーブ見ていきましょう。よく切れる、弾まないということで、サーブ性能に関しては本当に文句なしのラバーとなっております。はい、回転がよくかかっているのがわかると思います。サーブを重視している方にもおすすめのラバーとなってますね。サーブで下回転をしっかりかけて、3球目でしっかり持ち上げる、この辺はですね、普通のライトテンションだとどうしても性能的に満足がいかなくて、今度逆にですね、性能の高いハイスペックならばだとやりづらい、その点、このロクストンは非常にやりやすい、初級者の方、中級者の方が使っても、非常にメリハリのあるプレーが可能となっています。またこのように一発で打ち抜くようなプレーもできるので、初級者、中級者にとどまらず、上級者にもおすすめのラバーです。はい、続いてブロックです。どうですか、このビタビタに止まる感じ、すごく浅く止まってますよね。シャークの打つドライブに対して、しっかりとブロックできています。これだけしっかり止めれるのであれば、例えば、試合中相手に攻め込まれた時も冷静にプレーすることができます。さあ続いてバックハンドなんですが、これかなり注目ポイントとなってます。見てください、このバックハンド。実はグッチさんバックハンドあまり得意ではないのに、これだけ強気で振れてます。これもですね、ロックストーン3の特徴でもある、遅い、そしてよく切れる、落ちないっていう特性を生かしてここまで強気で振れてるみたいですね。
見てください、このドヤ顔。はい、下回転もしっかり持ち上げれる。フォアハンド同様にバックハンドでも擦る、弾くが、かなりやりやすいようです。はい、この連打ですよ、素晴らしいプレーですね。グッチさんもここまでバックハンドが打ちやすいラバーは初めてだと思います。はい、続いてツッツキを見ていきましょう。はい、これも文句なく素晴らしい性能となってます。ラバーが硬いので、しっかりと回転をかけることができます。浮くことなく、低い鋭いツッツキが入ってますね。そして何よりこの安定性です。初級者中級者では試合展開でこのツッツキ合いになることが多いと思うんですけども、そういった際にもミスなくツッツキを返すことが可能です。この点ですね、柔らかいラバーだとどうしても回転がかけれない、また浮いてしまう。逆に、スペックの高いラバーだとツッツキを安定して入れるのが難しい。その点ですね、この6ストン3ツッツキもかなりやりやすいです。はい、レシーブ見ていきましょう。ハイスペックなラバーほどシード表面の引っかかりが強くないので、あまり回転影響を受けずにこのように簡単に返せてますね。ラバー自体の弾みも低いのでしっかりと、台の中に収まってます。これシャー君結構回転かけてると思うんですけど、問題なく返球できてますよね。また回転影響が少ないので、自分から切っていくことも可能です。2球目でしっかり下回転かかってますね。はい、素晴らしいです。はい、ここからはオール形式の練習を見ていきましょう。突きで粘ってフォア連打。はい、やはり安定性が素晴らしいですよね。一発で決まらなくても連打できる、これが6ストーン3の良さだと思います。ドライブもしっかりかかってますね。やはり回転がかかることで、このような、メリハリのあるプレー、またこういうネット際のプレーも可能ですね。初級者に限らず中級者上級者も満足できるようなラバーになってます。サーブもいい、ツッツキもいい、ドライブもいい、ブロックもいい、本当に穴のないラバーです。はい、とにかくミスがないですよね。やはり上手い人、上級者の人のプレーを見てると自分からミスすることが本当に少ないと思うんです。その点ですね、この6ストーン3使うと本当にミスが減るので、使うだけで、自分が上達したかのような感覚すら覚えます。はい、初級者中級者に限らず上級者も満足できるような性能のラバーです。6ストーン3ぜひ使ってみてください。はい、プレー動画いかがでしたでしょうか。ここから先は6ストーン3の特徴を詳しく解説していきたいと思います。では特徴一つ目、グッチさんお願いします。遅い。おっていうところですね。遅い。ちょっと待って、遅いっていいことなのってね思う人もいると思うんで、その辺ね、はい、ちょっと解説していきましょう。はい、そうですね、もうとにかくやっぱボールが、はい、ドライブのスピードも遅いんですよ。はい、遅い早くなんない。早くなんない。なので、はい、フットワークとかしてると、はい、あのフットワークでこうドライブを打つ時間、はいはい、が増えました。なるほど、自分に時間があるっていうことですよね。そういうことですね、はい、これ逆を言うと、はい、いわゆるその粘着ラバー以外でテンションラバーも使ってる人多いじゃないですか、はい、遅いラバーがないですよ。そうですね、だいたい早い早い、うん、かかるみたいななんか、はい、そういうハイスペックなイメージを持たれてる方多いです。だから遅いがゆえに、はい、あの自分のしたいプレーっていうのが結構再現しやすいですよね。そうですね、とても再現しやすいですね。はい、はいはい、ではどんどん参りましょう、はい、続いて2つ目の特徴お願いします。
切れるおっていうところですね。はい、まあ、これはね、みんな欲しい性能だと思うんですけど、はい、まあ、実際その特徴1が遅いだったじゃないですか、うん、に加えてその2が切れる、これはまあまあ遅いから光線が出たり、はい、弾道が高かったり、そうですね、はい、とっても高いこう弾道、はい、光線が本当にこう上にこう上がってくれるんですよ、はい、なのでドライブも回転もやっぱすごい強くかけやすい、はい、しサーブとかもめちゃくちゃ回転、はい、こうかけやすいんですよ、飛ばないんで、はいはいはい、飛ばないから思いっきり振れるから切れるみたいな、はい、サーブとか超切れます。これしかもね最初に言いましたけど、うん、はい、あの大体ねドイツ製のラバーでいうとこの50度ぐらいのね硬さがあるんですよ、はい、だから硬いし、うん、まあ、しっかり切ることができる、はい、いうことですね。でレシーブとかも、はい、あのツッツキでガツッと切っても飛んでいかないんですよ、収まってくるんですよ、いいです、ね、よくツッツキ切って飛ばし浮かしちゃう方とか結構いると思うんですけど、はいはい、レシーブの時これもう切れるし飛ばないから相手コートに入るっていう、まあ、スピン性能が高いラバーはいっぱいありますけど、はい、プラス弾んじゃうとやっぱねピューン、そうなんですよ、こうやっぱ、うん、こう反応しやすいんですけど、レシーブ安定度を求めるのが結構難しいんですけど、はい、あとそのかかるし、はい、飛ばないっていうことであればストップもね、そうなんですよ、もうビタッとビタッと切れて止まるんで、はい、レシーブがもうなんつかね点数やっぱ失点がしづらかったです、はい、簡単なミスしない、でもしかも質も高い、はいはい、切れるから、うんうん、収まってしかも切れてもいくんで、レシーブに関してはもうこんななかなかやっぱ大事なんで試合で、はい、そうですよね。レシーブがどれだけやっぱ入るかだとです、うん、なるほど、サーブレシーブ、はい、まあ、つまりもう卓球のね最初の入り口ですよね、はい、ここもかなりいいと、そういうことですね、はい、はい、それでは特徴その3、グッチーさんお願いします。触れる、おお、触れてましたもんね動画、めちゃくちゃ触れる、はい、いや感動します。ちょっと待って、でも触れるって言うけど、うん、じゃあ他のラバー触れないのって思うけど、はい、でもね意外にその、はい、振りやすいラバーってそんなに多くない、ね、うん、そうですね。じゃあなんでこの、はい、6ストン3が振りやすいのかっていうところを少しあの説明してもらってもいいですかね。そうですね、はい、やっぱりこれあのその飛ばない、はい、弾まないがゆえに、はい、あの振れるんですよね。しっかり振って OK、 しっかり振ってもしっかり回転もすごく強くかかるから、はい、振れるんですよね。しかもこう落ちる心配が本当にないラバーだから、うん、そうですね、あのなんだろう、こう結構強気で、はい、振っても大丈夫ですもんね。そうですね、実際私バックハンドで試した時なんですけど、特にもう思いっきりガッとこうもう無茶ぶ打ちみたいな感じで、はい、スイングをマックスにして振ってもコートに入るんですよ結構。むしろいい棒でしたね。そうです回転のかかったえげつないバックハンドがすごいいつも以上に入るようになってたんで、はい、なんて言うんですかね、スイングいっぱい振っても相手コート入るっていうのが、なんだろう、ありがたいですね。やっぱ普通のラバーは、ね、飛びすぎちゃうせいか、そうなんです、こうちょっと遠慮して入るように入るように、そう、入れながら入れな、飛びすぎないように、はい、オーバーしないようにそーっとやりながらとか、しかもそーっと入れたのにオーバーするときもある。そーっと入れたいんだけど、そーっと入れてもあのそんなにこうなんですかね、例えばバックの感覚がなかったらそのまま、はい、あの棒玉になって行っちゃって、はい、オーバーミスみたいな、かけきれずに、かけきる、これがやっぱ中級者もしくは私も多いんですよねバックそんなに私もそんな上手くないので、はい、ふわーって言っちゃうんですけど、だ結構その中級者で、はい、中級者の人が使うラバーって、はい、今売ってるドイツ製のねハイスペックなラバーが多いんですよ、はいはい、 そうですね、そうするとやっぱみんなね振り切れてなかったりそうですねするんで、はい、かけきれない、ね、最初その上級者におすすめ、うん、初級者用、スーパーライトテンションって言いましたけど、はい、中級者ね、はい、そうですね、ものすごいマッチしてると思いますこのラバー。そうですね、はいはい、以上3つの特徴になるんですけど、はい、いやすごいラバーですよね。そうですね、あのなんか他にないラバーというか、 そもそもライトテンションっていうねそのジャンルの中で硬いラバーっていうのはなかなかないんですよね。でもこれはしっかり硬い、硬くてで弾みが弱い、かつその硬くてもあの弱いインパクトでもボールが落ちない、だから初級者が感覚を覚えたりするのもすごくいいし、中級者が思いっきり振り切るのにこれを選んでもいいし、あとはね上級者でその時間を駆使して卓球をするっていう、かなりこうなんだろう、考え方もねかなりクレバーな卓球をプレーする人にも使っていただけるというそんなラバーですね。でグッチさんは実際、はい、あのプレー動画でねこれしかも両面に貼って使ってもらったわけなんですけど、はい、どうですか感想としてこの 6ストーン、はい、あーこれ両面貼ってて、まあ、もう両面フォアもバックもどちらも、はい、使ってほしいです。両面でいきます。むしろ試合でちゃんと勝つことを考えたら両面がいいかもしれない。なるほどちゃんとサーブ切って低く安定させる、はい、あとレシーブをちゃんとこう低く安定させる、はい、質高くでドライブをこうじっくりしっかりこう時間かけて入れていく、はい、両ハンドで
めっちゃハイですよ。いいですよね。前で戦いますし後ろでも戦えるし、うん、両面貼ってほしいですね、はい、うん、両ハンドの人はこれ両面おすすめす、ね、両面やってほしい。さあ、はい、このロックストーン3おすすめの人なんですけど、はい、まあ、これね説明しながら上級者おすすめですよとか、はい、初級者いいですよ、初級者にもおすすめですよってね、はい、もう全部いいじゃんっていう話してたんですけど、すごいな、まあ、もうちょっと具体的にじゃあ説明したいと思います、はい、まず今悟空スラバーを使ってここから先、ステップアップしたい人、このロックストーン3非常におすすめだと思います。悟空スラバーってねやっぱね特色がかなり強いので、どうしてもそこから先違うラバー貼った時にかなりねラバーの違いが出ちゃうと思うんですけど、うん、これどうですか、かかる、うん、飛ばない、硬い、うん、まあ、極薄のラバーの性能ね結構近いところもあると思うんで、うん、まあ、このラバーでさらにステップアップしてもらうといいと思います。で今やっぱ一番のおすすめなんですよ、はい、はやっぱ現状ハイスペックなラバーを無理やり使ってる中級者の人、ここが実際一番おすすめだと思います、うん、かなり多いですよね。多いですからね。多いです。多いし、中級者向けのねラバーっていうのが正直ないんですよね。うん、多くは上級者向けのラバーでコードがちょっと柔らかいのが中級者向けみたいになってますけど、これいいんじゃないですか。確かに。はい、あと最後、はい。なんか最近調子悪い人。絶対これがいいです。うん、本当に本当におすすめします。これだったら感覚も覚えられそうですね。かける。かけたりとか、はい、うん、なんだろう、振ったり、うん、振ることも自信持って振れるし、そうですよね。メンタル的にだいぶ、うん、使うだけでちょっと調子上がるなと思います、うん、このラバー。よくなりますね。はい、はい、新発売になるロキのロクストン3、価格もねかなり、お求めやすい金額ですので、さらに、こういうねカラーラバーがあります。もうとてもおすすめの新製品となっておりますので。うん、ぜひご検討よろしくお願いします。ありがとうございました。